輝く日本の未来へ大阪アキンドラジオこの番組は年齢も職業も全く違う企業家たちが集い大阪そして日本の未来を語り合う番組です番組の進行役は起業して今年で三十七年目今もなおビジネス界の最前線を歩み続ける起業家のお嬢さんと私おチミス七重が務めさせていただきます嬢さん今週もよろしくお願いいたしますよろしくお願いします さあ大阪キンドラジオは毎回年齢も職業も全く違う企業家さんを招きして語り合うラジオ番組です季節はもう春ですね新しい季節に入りましたこれまで学生だった皆さんも社会人として第一歩を踏み出されたんじゃないでしょうか慣れない生活環境大変だと思いますそこでジョーさんに質問です新しい職場で働き始めた新社会人に向けて良きアドバイスがあればお願いします あの当社はだいたい二百人ぐらい死んだと思うんです。はい、で集合研修で大阪で集合研修をやるんですけども、やっぱり東京の方とか、うんえー、それ以外の方、あの関西の人はもういるんですけど、やっぱり東京の方が多いんです。でやっぱり来たら関西来たら。 関西特有ですよねやっぱりそれをちょっとなんか毛嫌いというかうんちょっと受け入れにくい人とあのスッと入ってもらう人がいるんですけどやっぱり郷に入れば郷にしたがいあのそういう形でどっちにしろあのいろんなところに行ってやっぱり新しいそこのルールというのがあるんでねできればその郷に入って大阪で新しい発見をしてもらえばいいかなと思います。 その場に馴染むということが馴染むですねそのための努力も大切だということですよねおっしゃる通りですねぜひ新社会人の皆さん、はい、参考になさってみてくださいさあそれでは今週のゲストをご紹介しますインターネット広告やシステムコンサルティングを行っている会社株式会社 X ラボ代表取締役社長兼 CEO 藤勝幸さんですこんばんはよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします まずはこの質問から始めていきたいと思います。富士社長、株式会社 X ラボとは何を販売されている会社ですか。はい、あの弊社マーケティング会社をうたっておりまして、えー、主にインターネット広告、えー、システム開発等のコンサルティングを中心にあの普段営業しております。まあ一言にあの中小企業の方たちがクライアントですので、ビジネスを強くするための商品を取り扱っております。 現在の売上ははいえっとグループ会社経営をしてるんですけども X ラボ単体で約8億円そしてグループ会社を含めて13億円ちょっとほどの、えー、希望になりますありがとうございますジョーさんは株式会社 X ラボさんが展開されている事業内容についてどのように感じられますかあまずあの社名の由来を聞いたんですけど <laughs> X ラボと名前を付けられた由来を教えてもらえますかはいありがとうございますあのー よく社内でも新卒の説明会で聞かれるんですけどももともとは Google 世界一の IT 企業というのはまあ今もえその当時も Google さんでしたで Google さんっていうのはその未来のテクノロジーをどんどんえ研究開発してされてるんですけども Google という名でえ商品展開というかサービスローンチをする前にですね実は GoogleX ラボという機密研究施設がありましてえそこでさまざまな 新しいテクノロジーを研究して世に出すという流れがあったのでそのグーグルにあやかって、えー X、ラボというふうにつけておりますというわけで大阪アキンドラジオ今週来週は大阪府北区にあります株式会社 X ラボ代表取締役社長兼 CEO の藤勝幸さんをゲストにお招きしてこだわりのあキンド魂をじっくりたっぷり根掘り葉掘り伺っていきたいと思いますよろししくお願いします。お さあまずはですね株式会社 X ラボ代表取締役社長兼 CEO の藤克幸さんという人物がどんな風に育ってどんな信念を持って現在に至ったのか時系列で振り返っていきたいと思います、はい、藤克幸さん1982年生まれ大阪市育ちの藤さん少年時代の家族構成まずは教えてください はいえー、両親と5つ下の弟の4人家族で過ごしておりましたどんなご両親、でした、えっと、両親はそうです、ね、あの父親は、えー、職人肌な、えー、方でして、まあ、頑固な感じでした、えっと、母親に関しては、まあまあ、天然というかあだったんですけど、まあ、幼少期ちょっと貧乏だったので、あのー、真面目に愚直にや,やりながらなかなか絡まっていったんじゃないかなというような両親でしたね。<laughs> <laughs> はい ちなみにご父親はあの電気工事士のお仕事でしてでです、ね、母は専業主婦に近かったですねパートみたいなことされてましたけど富さんご自身は小学生時代どんんんなお子さんだったんでしょう、まあ、多分根はあの今に近いとは思うんですけども当時はその、まあ、周りもねその時代背景とか地域柄もあってそんなに裕福な方は少なかったんですけどその中でもどっちかというとは。 あの貧乏だったので、あの友達の遊びに話が入れないというか、うん、僕らの世代はミニ四駆とかファミコンとかコロ,コロコロコミックっていう雑誌とかが買ってもらえなかったので、共通の話題がなくて話入れなくて、ちょっとおとなしいというか自信がない。友達の輪に入れないような子供でしたね。うんうん、はいま、そんな中、ご両親は富士山にどんなしつけをなさっていたんでしょう。いや、もう生きることに多分精一杯なお二人だったので、えー、教育にはほぼ。 ノータッチと言いますか、<ー>あの放任というかでしたね。なぜか習い事はたくさんさせていただいたんですけど、はい、そんな感じでした。どんな習い事をされていたんですか。まあ、碁盤、野球、水泳、英語とか、なんかそうはい、いろいろやってましたね。結構貧乏と言いながら結構。そうなんですよ。できてますよね。そうなんです。ただ碁盤も一般の方たちがやる碁盤じゃなくて、ん紙碁盤ってご存知ですか。知らない。知らない人本当に皆さん知らなくて、えー、ネットで調べたら出てくるんですけど。 紙でやるソロ盤で200円ぐらいで売ってるやつで一人でこうやってましたね。うん、<laughs> なぜかそういうのはやらせてくれたので、はい不思議でしたね。あのご自身でもこう楽しんでやってた習い事っていうのはどんな習い事でしょう,う。まあ塾だったのかもしれないですね。学校ではその共通言語なかったですし、少年野球もその目が悪かったので、あの家が狭くて稲麦球みたいなところで宿題やってたら目が悪くなってしまって、野球のボールが見えなかったんですね。 だからなかなか打てないとかあったんですけど、塾はなんていうでしょう、遊びというか、な何か他校の生徒とね、アジアのが単純に楽しかった、それが楽しかったかもしれないですね。五つ下に弟さんがいらっしゃるということなんですが、どんな弟さんでした？はいはい、まああの男前でおとなしい、えー、寡黙な子でしたね。僕は多分根はあの明るい方なんですけど、弟は根からおとなしい感じの子ですね。<の>富士山以上に男前。 あ,あもちろんです。もうそれは比べ物にならないです。かなりおこおねあの意見でいらっしゃいますよね。ありがとうございます。そして中学時代は <laughs>、はい、どんなあ学生時代を過ごされたんでしょう。中学校時代はあのってかってその小学校の時は文化住宅といって壁が土壁というんですかね。触っとボロボロ落ちるようなところで風呂なし。 えー、4畳半か6畳ぐらいの記憶してるんですけど、うん、みたいなとろに家族4人で住んでました。えー、と中学に入ると、父親が電気工事士、独立されまして、うん、少し収入が良くなったようで、えー、と駅前の,の 3DK か 3LDK のとようなとろに引っ越しできましたので、うん、フ呂アリで、えーと、少し環境が変わったので、それは嬉しかったのをすごく覚えてます。もう一つは、えー、と中学が上がると、ハンドボールという競技を始めました。 えー、中学校の時で学校柄なのか、まあ、一般的かヒエラルキーみたいなのがありまして、うん、えとハンドボール部のキャプテンを務めてましたので自信なかった子が急にそういうヒエラルキーのトップに立ったようなイメージがありますね。うー だから運動神経が良かったのか悪かったのか当時はから小学校の時は分からなかったんですけど、うんはい、単純にボールが見えなかったんです僕、野球の今もコンタクトしてて多分視力が0.0何本の世界なんですね0.1もないんですねでもハンドボールちょっとボールが大きいので見えた <laughs> であのちょっと才能があったみたいであのキャプテンもさせていただいてとかでしたね、はい、でもキャプテンをするというとやはり周りからの人望もないといきなりキャプテンってできないと思うんですけど。 そうです、ね、あもうその当時も人望とかそんな考えたことはないんですけどあの周りから押し上げられて、えー、と指名も受けまして、えー、キャプテンをするようになったと記憶していますキャプテンをするとなった時の気持ちって覚えてらっしゃいますなんとなく自分でいいいののかなっていうのはありましたねやっぱりその幼少期の,頃のえっ、ー、のイメージっていうのが自分のアイデンティティというか自己評価であって自己肯定感がそんなに強くなかったですので自分でいいのかなというのと。 うんなんかそういうのは覚えてますね戸惑いの方が大きかったですねそのキャプテンになるとこうみんなをまとめないといけない、はい、あることであの揉めたりもしますよね、はい、それをうまくあの融合しながら、はい、あのゴールへ持っていくと、はい、そこら辺のやり方っていうのは、はい、もともとあったんですかあ,あの最近ちょうど地元の友達とああの連絡取る機会があって、えー、まあ去年なんですけど。えー あのそういうい話になりました<っ>で彼も今経営されてて、はい、でお前は中学時代の頃から変わってたと言われたんですねああ、はあ、やっぱり周りが「ジャンプ」とか読んでる時に一人だけ自己啓発本を読んでたとああでも実際本当にそうで、えー、自己啓発本とかをあの要は小学校の時にゲームとかおもちゃ買ってもらえなかったので図書館で本を借りてずっと読んでたので読書の習慣があったんですそういう中でいろんな本スビジネス書<た>に近いものを読んでましたんで例えばどんな本を読まないんですか 成功哲学とか7つの習慣みたいな本も読んでましたよ。ちょっと変わっとわあと哲学書とかでピアスって人の書いた「悪魔の辞典」みたいな話をされましたねそのちょっと変わった本なんですけど、はい。だからそういう中でいろいろと頑張ってたのかもしれないですねちょっとヤンキーが多い地域だったのでそういうのも大変だったのは覚えてるんですけどその中でも特に好きだった本っていうのはありますかうんでもあの、ね、小学校中学校校中ににある本に ある程度の本を借りたりとか地元の図書館に行って借りるぐらいだったのでそのメジャーな本だったかどうかは記憶してないんですけどもあの偉人の本シリーズは本当に読みました松下幸之助さん覚えてるのは、えー、三木本真珠の三木本幸吉さん、えー、日清食品安藤桃福さんとかそういう方たちの本は、うん、偉人の本はすごく面白かったですねね、うん、中学時代に読むっていいのがすごいですすごででよよなね。 今思えばそうだったか,、ね、かもしれないですけど私自身も好きなんで大学時代はむちゃく読んでたんですけど、はい、中学は漫画しか見てなかったですねなんで大学時代逆に読まれようと思ったんですかいやあの単純にこのまま就職していいんかやっぱり経営者としてどうかというのを考えてまずは経営者本をむちゃく読み始めま,ましたじゃあ学生時代から企業は考えられてたか,かましたなるほど富士山は学生時代から起業 高校時代はちょっっと頭にやっぱりありあましたね企業というよりも自分が稼ぐにはどうしたらいいのかということばっかり考えてましたので選択肢にありましたねその高校時代は、はい、ああどういった学生時代を過ごしていらっしゃったんでしょう、はいあのまあ、中学の話からちょっと続きになるんですけど幸いなことに大阪で2位の成績を残しまして、えっと、近畿大会にも行きまして、えー、で同級生たちは推薦を受けてさまざまなところに行きました。私学ので僕も えー、私学から推薦をいただいたんですけども、うん、その家の経済状況がまた悪化をしてきましてでこれは公立に行くしかないのじゃないかと思って、うん、効率で強かったたハンドボールの学校に行きましたでそこであのまたすぐに入学式前から試合に使っていただいたのでそれなりにできたのかもしれないですけどちょっと怪我をしたりとか肺結核という病気にその時にかかってしまいまして1年間休防を余儀なくされまして、うん、ハンドボールで入ったのに。 えー、なかなかできないっていうようなカッを覚えてますね。はい、その時はそんな感じでした。え、高校何年生？高校一年生です。一年生。はい。うん、試合には使ってもらえるったってことは多分評価されてたと思うんですけど、怪我と病気で、うん、胸部セザールならかったですね。いろいろ大変なことも終わりだったんですね。うん、はい。他に何か印象的な出来事っていうのはその当時ありました？ 印象的あのずっとが学年でクラス成績が下だったのでそれが印象的ですかねあのもうやめないとあかんのかなと思いましたねはいそれが印象的ですアルバイトとかもやられてたんでやってましたその1年間休部の時は、うん、あの今までいう京セラドーム当時大阪ドームの,あの配膳というかみたいな仕事をずっとしてましたね入院じゃなかった入院じゃなかったです通院通院です ウイルス性だったら入院で隔離だったらしいんですけど、うんうん、非ウイルス性だったので、うん、はい、その当時の記憶ですけど、はい。うん、でその間にはバイトをしてましたね。そこで結構お金を稼ぐということを覚えられたっていうことですか。かもしれないですね。まあそんな金融リテラシーがあるわけでもないので、うん、なんとか自分の力でお小遣いを稼いだりとかっていうようなぐらいでしたね。<laughs> うん、まあその当時例えばこういった大人になりたいみたいな理想像っていうのは、多分なかっ た、なか、明確になかったと思います。ただ、その、先ほどの話じゃないですけど、偉人の方たちの話とか、その成功本とかから。イメージするような、こうしたいなっていう,ようなイメージはあったようにも思いますねちょっと、なんか、気づきのありそうな質問なので、ちょっと一人で考えてみます。今はパッと思いつかないですね。はい。中学時代に成功したいという願望がすごかったんです、ね、はい。やっぱり、その、いろんな下積みというか、苦労された分、もっと。 いただあのこれを何て言うんでしょうねその当時は、うんえー、1990年代前半だったと思うんですけど多分 IT が伸びるとかもの手前だったと思うんですね。はいはい、なのでその若手起業家っていう存在も知らないですし、うん、例えばテレビを見てもやっぱりその芸能人の方とか。 スポーツ選手の方がこう目立つような形で一般の自分たち高校生がどうやったら成功なのか大人になるのかはイメージが全くつかなかったですね,ね、はい、そして高校を卒業された後どんな進路に進まれたんでしょう、はい、えっとこれも高校からちょっとだけ続くんですけど高校最終的にえっと一年で経ってか復帰しました復帰しても試合で使ってもらえるようになりましたで最後近畿大会優勝したんですねすハンドボールで私学を 倒してそれはすすごく気持ちよかったです、はい、なので完全燃焼近いような気持ちにもなったと同時にまたただし僕はあの特待生じゃなくてスポーツ推薦止まりだったんです。うん、というのもハンドボールの世界の場合は特待生だったら入学金も免除試験も免除なんですけどスポーツ推薦ということは入学金と試験は免除なんですけどえ授業料を払わないといけないんですね。ってなったらまた家が事情がそういう環境が悪い中で。 えー、バイトもできないでもハンドボールはしないといけないっていうのはちょっと難しいなと思いましてハンドボールはもう近畿大会も優勝したし一つ区切りだということで、えー、と自分で学費で払っていけるところを探して4年間行くのがちょっと難しいなと思ってこの関西外大の短大に進学そ,それは自分でバイトしながら、えー、と払っててで4年次返業を狙ってるっていうような感じでしたね。うん、簡単に言言ううううとと流れで言うとそういう中でそい中 選んだだ進学だったのでどうして外国大学行かかれたんです高校が工業高校の理数学科だったんですよ理数科だったので理系の世界にいてで成績が下だったのでちょっと周りのレベルが少し高めだったっていうのもあるのかもしれないし自分の地頭の問題だったかもしれないですけど苦手意識はすごくありましてで海外に対して自分の可能性を考えた時に海外にすごくその当時は興味があったので。 まあ逃げで多分ごにんごに,んごにん言っても一緒ですね。多分逃げてたんだと思います。理系からで文系の方がいいかなと思ったんだと思いますね。単純に大会系ももうお腹いっぱい、理系もお腹いっぱい。じゃあ文系だろうくらいじゃないですか。多分。専攻はちなみに何だったんですか。英語と第二言語で中国語を,を取ってました。うどうでしょう実際、えー、短大生活というのは。短大生活はなのでずっと学費はたる稼ぐためにもうバイトばっかりしてましたね。さっきのね秘書の えー、女の子もその当時のバイト先のからの付き合いですけどうもうずっと知ってますけどずっとバイトしてずっと学費を払ってこれ関西学大学って女性が多いんじゃないあそうなんですよ八割九割女性でしょ、ね、短大だとうそういう意味では楽しかったです、まあ、本まくりです、ね、そういう意味では楽しかった <laughs> <laughs> ただ学校として楽しいのかってなったら <laughs> また別問題なので <laughs> 大学生活は楽しかったかもしれないですね <laughs> そして大学卒業後はどういった道に進まれまれした、はいはい、これ4年次編入しようと思ってたんですけどもこれ行っても仕方ないなと思ってこの学費稼いでたバイトっていうのが家庭教師センターの営業とかをしてたんですねで家庭教師自分でも10件ぐらい持ってましたで、まあ、その延長でその当時の社長か社員さんから「 えっと、プロの家庭教師といって塾とか予備校私学の先生を派遣する仕事があるけどもうちで働かないかみたいなお声掛けがあって、えっと、少しだけそこをあの手伝うようなことがありましたね。はい、だからそううういうふうにに、えっと、社会に出る道を、えっと、選びました,、うん、ただその時にあの少しちょっと親の借金を僕が払わないといけないようなあのタイミングがありまして。 えっとこれはそういうふうに働いてたらダメだなということでもうあの追い詰められてえっ、ー、と自分で稼ぐ方法要は企業の道をえっ、ー、と模索して動き出したのがこのタイミングです。ね、そして模索をされて、はい、どういう行動に移されたんでしょう。はい当時弟が高校を中退してえっ、ー、と働いていた会社が、えー、NTT とかの代理店でまあ当時あの電話料金の自由化が入りましてまああの マイライランというサービスがあの始まったんですねそれはあの電話のキャリアを選べるというなあのサービスだったんですけどそれは何と聞いたらなんか電話を料金を安くしてお金をもらえるって聞いてそんな素晴らしい商品があるんだっていうことでその代理店になることを当時模索しましてなって少し稼いでみたいなことをしてそこから法人化してもう ただこれはあのキャリアに振り回されるようなビジネスだったので、えっと、もっと安定した仕事をしたいということでその当時はやっぱりインターネットが、えっと、時代の主流でしたので、えっと、インターネットの仕事をしたインターネットが入り始めた頃後ですねちょっと,後と少しあとですね。だからみんながホームページ作ったりし始めて、はい、メールをし始めた。はい コですか。のあとですね、多分堀江さんとか当時ライブドアのがそのど真ん中にいて、いてその人一周後ぐらいだと思います。ね、はい。まああの時代の流れっていうのももちろんあるかと思いますけれども、インターネットに関する知識などに関しては、はいはい、その始められた当時っていうのはどうだったんでしょう。もういやほぼ独学です。サーバーとドメインの意味もわからないですし、ただホームページを 売りに行ったりとか、ホームページが、うん、ビジネスにどれだけ直接影響するかも、よくわからない中で。なんか営業してましたね、システムも。基本は、あの、技術なくて、営業なんですよね。そうですね、営業ですね。営業ですよ、ね。はい。でも、それもやっぱり、がツがないと、難しいですよね。ありがとうございます。そうですね。まあ、さだから、がむしゃらでしたね、一言に、うん、一生懸命、まあ、時代も、その。 インターネットに関して理解もまだ浅い頃、うん、そして、えー、明確なノウハウとかメソッドとか、えー、勉強期間あるわけでもない中だったら多分僕のみならず多分多くの方は独学でがむしゃらされてたんじゃないかなとビットバレーとかいう、はい、がいろいろ出始めた後あとですと、はい、ちなみにそのビットバレーっていうのは何ですか 今でもアメリカで、えっと、シリコンバレーという地域があ,の、はい、あるんですけども、えっと、日本の場合はその渋谷を中心とした、えー、地域で、えっと、そのシリコンバレーをもじてやったそのなんでしょう IT 集落群みたいなイメージですね、はいまあ、本当に死に物狂いといいますか必死でいろいろと取り組んでいらっしゃってその後どうなっていくんですかね。はい、えっと 創業当初は24歳でしたで24歳で会社を作ったら右も左も分からない中でやってたもちろんれそれは一人一人ですああ、はい、これ一人で立ち上げました、うん、で一人プラスアルバイトが4人いましたね、うん、でそこから一人二人と社員が増えていきましてなるほどで最初は自分しか契約を取ってこなかったのでこれ、うん、きつくてきつくてで別の,その社員で入れた人間が 契約を取っってきたたは本当に何よりも嬉しかったですねその4人はどういう形で集められたんですかあのまあ知人からの紹介で一、はいえっと、人の人がいてその人が今のバイト先を辞めたいうん、うん、要はテレアポというか電話案内の方たちだったんですけどうん、うん、でその人があの一緒に立ち上げたいということで言ってくれてバイトなんですけどうん、うん、でそこのバイト仲間を3人引っ,引っ張ってきてくれたような立ち上げでしたね。うん、家賃も2万5千円のボロビルで はい、本町にあるところの2万5,000何坪ですかえっとね67坪だったんじゃないですかねワンルームマンションみたいな、ね、そうですそうですう、はい、そのアルバイトの皆さんに対する指導などもしっかりされていたんですかいやその当時はもう本当にも任せっきりでみたいな形だったのでうんう恥ずかしい経系とも言わないですねた、はい、ただただアポを取っ 取れれみたいな取ってくれまあ24歳ですもんう人事もマネジメントも営業も何もかも確立しない子がやった会社なのよ、うん、その当時は。っていうのがその設立当初まあただ、えっと、なんだかんだとやってたら、えっと、仲間も1人2人集まりで売り上げがいっていったのその6つ坪から急に30坪ぐらいのところを契約していてするとちょっと嬉しかったでしょうだいぶ嬉しかったです <laughs> <え>だいぶ嬉しかったですね いけるかもしれないと思いました。その当時はえっ、ー、と母親は父がそういう状況だったので、うん、まあその時は父はあの回自分の授業を辞められてたんですけど、僕にはし公務員になれってよく言ってましたし、うん、独立反対で反転線ね。でしたし、その当時の、えー、多分彼女とかもおそらく、うん、あのじ授業をそういうのそのを反対されてましたね。えーうん、多分、うん、あまり周りの同意は得れなかったような気がしています。うん それはあの周りの人はちょっと無茶やっていう認識がそうだったんでしょうね。はい、勢いだけでやってるのに多分見れたんでしょうね。はい。母は多分価値観だと思うんですけど、う安定してほしいという。は,ね、はい。でも逆にこう周りが反対する人がいるからこそ頑張れるというかパワーが出るっていうようなこともあります。たと、はい、あったと思います。はい。あのもう決めたからにはもうやるしかないと思って。 あのやってましたのでだからあのジョーさんがおっしゃるようにこう移転した時はすごく形になったような気がしてすごく嬉しかったのも覚えてますうん、うん、ちなみに私はワンルームマンションから壁破ってツールームワンルームワンルームでそこ壁破ってそっから あの二十坪ぐらいのところに移ったんですけどね、はい、あの普通の事務所。あの今三十二は負けたと思ったんですけど。<laughs> <laughs> なるほど。<laughs> いや、嬉しいです、ね。嬉しいですよね。で,でも、あのいわゆるこうスタート地点の場所っていうのは、どこにするかっていうのも。結構大切なのかなと思ったりしますけど。うん、あ、思います。あの。 とある先輩がえっと僕の1年前にその当時独立された方がいて今売り上げ200億ぐらい超えた方で今梅田の一等地に事務所あるんですけどもその方がお前みたいにしたらよかったってある時おっしゃってくださってというのもボロいところとかワンルームマンションで立ち上げた時の仲間とかがそれが基準になってこう上がっていくのが分かるけど最初ちょっとそこそこのとこ借りてしまったからなんかそいつらはそれが基準になって。 移転した時も嬉しいけどそこまでの感動とかストーリーを感じてくれなかったとなるほどねパフォーマンスでもなんかボロいところからやったらよかったなって言われたときに初めてあ確かになと思いましたねよかったのかなとは思いましたジョーさんはいかがですか振り返ってみるといやあのそこからねラウンドマークのあのビルをずっと行ったんではい 一番下と一番上も全部体験してるんで<ー>特に何もはい、<laughs> そっからは、はい、右肩上がりもいいとこですもんねというわけでまだまだお聞きしたいことたくさんありますけれども大阪キンドラジオ今週はこの辺りで終了となります富士山には来週もお付き合いをいただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします,しますよろしくお願いいたしますありがとうございました さあ、お送りしました大阪キンドラジオそろそろエンディングの時間となりました。番組では皆さんからのご意見やご感想をお待ちしています。メールアドレスは j o ア、e、ットマーク a b c 一ゼロゼロ八ドットコム、アルファベットで j o アットマーク a b c 一ゼロゼロ八ドットコムです。お名前、職業、年齢を忘れずに書いてお送りください。またこんなゲストの方のお話を聞きたいなどでも結構です。お便りお待ちしています。 ジョーさんは今週の放送の中で最も印象に残った「あきんど魂」どういったところでしたでしょうかやっぱりね中学時代にそういう「ー、まあ、つの習慣」であるとか「晃之、はい、助」とか「カーネギー」の本とかそういうのを読む興味を,、えー、興味を持って読めれるうんそれが「あきんど魂」を中学にして持ったんだと思うんですけどね。 すごいですねいろんな本を読まれて、うん、ありえないと思いますよなかなかそうなんですね、うん、ありがとうございます来週はですね富士山に今のお仕事の話をより、えー、詳しく伺っていきたいというふうに思います、はい、大阪アキンドラジオこの時間のお相手はジョおトオチミスナナイでしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら